皆さんこんばんは。今日はニューマン新宿5周年記念のインスタライブ第2回目の配信となります。5周年をお祝いする、コンテンツとしてエモーショナルに生きるというテーマでウェブインタビューなどをすでに公開をしているんですが、皆さんご覧いただけましたでしょうか。で、実際にインスタグラムでもリアルタイムに皆さんとつながってお買い物気分エモーショナルに盛り上げていきたいということで、テーマにふさわしい5名の方にスペシャルゲストとしてそれぞれご登場をしてお届けをさせていただいております。さあ、そして今回の第2回目なんですけれども、ゲストの方すでにお隣にいらっしゃいます。モード雑誌 L などをはじめ様々なファッションメディアでご活躍のスタイリスト浜本歩美さんです。浜本さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、金曜日の夜に皆さんご覧いただいてるんですけれども、もう多分楽しみに早速アクセスがたくさんいただいております。ありがとうございます、はい、ありがたいです、はい、なのでぜひここからは春夏のファッションを一緒にご案内できればと思います、はい、そして皆様からのコメントもぜひお待ちをしております、はい、今もうすでにたくさんハートのスタンプをですね、インスタグラムこういただいてるのを、確認をさせていただいてるんですが、コメントもぜひお待ちしております、はい、ぜひコメント、このお時間中にですね、浜本さんにも質問をしてお答えいただきたいなと思っておりますので、お待ちしています、はい、で、ライブのタイトルなんですけれども、浜本歩美さんがリアルに実践即興スタイリングということに、今回なってるんですけれども、浜本さん実際にニューマン新宿にはよくいらっしゃいますか、そうですね、新宿に来たら必ず寄らせてもらいます、はい、そうなんですね、このニューマン新宿は、お洋服だったりコスメだったり生活グッズだったり、あとちょっとした、お茶をしたりご飯をしたりって、やっぱり駅地下で便利ですよね、そうなんですよ ね、 雨に濡れずにも来れるので、やっぱりいいですよね、なので今日は実際にご利用いただいております、浜本さんにですね、ぜひここからは、スタイリングをしていただきたいなと思います、で、お洋服なんですけれども、今日ですね、実際に行っていただくのは、まず玄関口ともいえる2階にあります、アストラット、あとですね、4階にある家ならブークルの2店舗に早速今から行きたいと思いますので、今日はここから実際に移動をしてですね、そうなんです、お店に行ってその中で選んでいただきますので、よろしくお願いします。では移動をしますかね、いいでしょうか。そうですね、なので早速移動をしたいと思います。もう閉店のお店ということで、なんかちょっと私とかはなかなか入る機会がないので、そうですね、楽しいなという感じなんですけれども、今から行くのは、2階にある、アストラットさんに、行きたいと思うんですけれども、この1店舗目のアストラットなんですけれども、実はこのお店の意味知ってましたか？申し訳ないです。実はですね、なんか昔の英語で、ストラットっていうのを意味するということで、流行に流されるだけではなくて、自分の価値観でものを選ぶときに、今のお店に出てきた、普通の方に宣伝されたブランドが並んでるブランドっていう形なんですけど、浜本さんにとって、どんなブランドかなっていう。足を出すのが、なんとなくちょっとドキドキ。そうですよね。でも私もそうですけど、でも今期はなんか私も久々にこうミニスカートだったりとか、ショートパンツだったりとかをちょっとチャレンジしたいなと思ってます。
ぜひじゃあ今から皆さんと一緒にですね、はい、どういうのでチャレンジしやすいか、そうですね、はい、お話しいただければと思うんです、はい、本当あの皆さんすいません移動をしているので、すいません、ちょっと画面が揺れてくれてますが、はい、カメラマンさんも頑張ってくれてます。では春を感じるスタイルっていうのをテーマに、うん、ぜひお選びいただきたいと思います。はい、わかりました。もしなんかちょっとこうブランドさんのイメージ通り春を感じるけど、こうもう大人のこうキリッとした感じの女性というか、うん、クールな女性をちょっとイメージ像として組ませてもらおうと思います。はい、なんかお店の店内もすごく大理石とかコンクリートと、そうですね、木の感じのミックスで、すごいなんかもモダンで、私最近引っ越ししたんですけど、うん、なんかすごくインテリアも気になるお店です。そうですね、すごい本当になんか、ね、かっこいいし、ライトとかもすごい印象的な、うん、ね、かわいいですよね、うん、結構なんかトラットさんは今本当にパステルカラー系のものが、そう、ちょうど店員さんが、うん、まさに着てらっしゃる、これはもう本気の、ね、こういうパステルカラーのものは、うん、引き続きやっぱり去年から流行っているので、うん、ちょっとそういう感じのものを選ばせてもらおうかなと思ったりするんですけど、なんかでもこういう感じのホワイトのリースは、うん、もう本当にびっくりなんで、ね、ちょっともう違和感っていうのが、はい、いいですよね、軽やかさもあるし、うん、あとはこういう感じのシャツとかもあえてすごく面白くないですか？そう、本当はあのここが多分閉まるんですけど、あえて閉めないでインナーを見せる感じで着てもらっても素敵だと思います。そういうことです、うん、すごい、そうですね、多分こういう感じのタイダイ柄も今季も引き続きなんで、こういうやっぱり素材になると大人のタイダイなので、ちょっと大人の女性もチャレンジしやすいのかなって思うので、カジュアルにはなりすぎないっていうのがやっぱりすごくうまいですね、うん、すごい色が綺麗ですよ ね、 ね、すごい爽やかな色味があって、はい、うーん、すごいシャツ欲しいっていうコメントをいただきました。本当ですか？ありがとうございます。嬉しいですね、そう言っていただけると。移動中一瞬音の皆さんごめんなさい、聞こえなかったみたいで、はい、よかった、でも治りましたって皆さんありがとうございました。コメントでサポートもたくさんしていただいてます。なんか私すごくびっくりしたのが、ストロットさんがトーガさんを置いてるっていうのが、はい、まあ、結構意外で、今季のこういうスピードとトーガのコラボの、かっこいいアイテムも置いてたりとか、うん、今日私が履かせていただいてるサンダルはストラットさんで取り扱いになる、はい、かわいいです。もうちょっと今日は金曜日のもう夜だったので、いつもは結構高めのヒートを履いてるんですけど、ちょっとあのリラックスしたムードで今日はちょっと組ませてもらいました。あとなんかこういう感じの、私もすごく個人的に好きなプリークさんをつけてる、この私物のピアスのプリークさんなんですけど、そうデザイナーさんとも仲良くしていただいてて、うんうん、このプリークさんは私の注目のアクセサリーブランドにはなります。はい、すごい本当に、そうですね、プリックさんもなんかゴールドがすごい、ね、うまいから結構悩みますよ ね、 すよね、なんか今日は見放題なので、そうそうそう、制限時間が、ね、10分で、そうですよね、そうなんです、ね、結構個人的に気になってるのは、はい、こういう感じの
イエローの、なんかすごい優しい、イエローの優しい色味ですよね。こういう感じのものとかもね。まあ、私が今着てる感じで、ワンピースと合わせてもらっちゃっても可愛いと思いますし、はい、でもこれをベースに、ちょっと今日は、あの、ワントーンコーデをしようかなと思います。はいはい、なんかこれもセットアップで、ね、そうです、あの、同じ素材で販売はしてるんですけど、今季すごいセットアップが、いろんなブランドさんでやっぱ人気なんですよね、セットアップって。ありがとうございます。本当はね、こういう感じでセットアップでも着れるお洋服になるんですけど、はい、今日はちょっとあえて違う感じのイエローでワントーンで合わせようかなと思って、ね、なんかこれとかも、かわいい。またイエローでもちょっと明るめのイエローですね。でも多分着てみると意外とバランスが良くて、うん、でちょっとラインが入ってるんで、大きいスポーティーな感じも流行っているので、はい、ちょっとこの感じで合わさせてもらって、はい、なんかもしよかったらちょっとネタ感が欲しいので、中はもうタンクトップにしたいかなと思うので、はい、ご用意いただきます。すいません、ありがとうございます。いい、はい、ちょっとそうだな、うん、ね、ちょっとこう、ね、アクセサリーを、そうですね、これをもうぜひ買ったらっていう意識、ね、ぜひ、あ、開きますか、開きますよね、あ、すいません、あ、こちらは開きますね、ありがとうございます。 ありがとうございます。じゃあそのあたりを、なんか夏ってやっぱり着るものが冬より重ねるわけではないの で、うん、そうですね、アクセサリーってすごいなんか大切っていうか、うん、ポイントになってくるかなと思うんですけど、うん、なんかアクセサリーとかって何をどう選んだらいいのかって多分皆さん悩むと思うんですよね、はい、結構私は絶対5、はい、基本的にはゴールドが多いんですけど、はい、必ずしもゴールドだけっていう感じではなくて、はい、普通にゴールドとシルバーをミックスしても全然いい。そうですよね、今、トモさん、ちょうど腕とか指輪とか、はい、はい、ゴールドにシルバーにっていう形で、はい、はい、良いかなと思います。小物気になりますってコメントをいただいてます。でちょっとこれもここにヌードカラーが入ってるので、はい、多分これとバランスが合うと思うので、うん、これもちょっと靴をセレクトさせてもらって、はい、あと、うん、なんかすごい可愛い、このすごい魔法が使えそうな、そうですネックレスさん、はい、これもちょっとすごいアクセサリーがセレクトさせてもらおうかな。ちょっとなんかボディを組ませてもらって、ちょっとバランス見させてもらえると、はい、ありがたいです、うんうん、どうなるんだろう、皆さんすごい話知りたいですとか言うのですか、アクセ結構悩むので参考にしたいですってコメントを、はい、いただいてます。これでなんか行っちゃいましょうか、はい、いいですね、はい、じゃあこれで一応、まあ、はい、後ほど会場で組み合わせて、はいはい、コーディネートしていただくということで、はい、じゃあお持ちいただければと思います、はい、よろしくお願いします。では私たちは移動をしたいと思います、はい、移動シリーズ、そうなんですね、移動シリーズ、そうなんです。皆さん今日このお店で選んだものは、うん、後で会場で実際に、うん、あのパルソンに着せてですね、どういうコーディネートがいいのかっていうので、はいはい、まあ、ここからでお案内をさせていただくので、うん、見ていただければなと、はい、なので次の移動したいと思います。今回、はい、移動します。はあのすごくフラワーなってます、ね、でもなんかお花もあったりしてすごく、そうなんです、ね、しかもお花もやっぱり春から夏でカラフルなものが多いですよね、うん、そうですね、うん、まあ、先ほどから大人の女性ということでこのメイクを組んでる、はい、いただいてると思うんですけれども、実際このイメージを見る大人女性っていろいろいるいるいないなんか商品にしてらっしゃる雰囲気とかも、でもやっぱり仕事がなんかこう芯のある女性、はいはい、っていうのは、まあ、自分的には理想的なものではあって、やっぱりファッションを着て、こう、まあ、こう着るっていう
にはして、やっぱり自分のこう強さをアピールするというか、強く見せてくれる、ね、アクセサリーもそうだし、そのファッションに関しても、やっぱり印象ってやっぱ全くないわけだから、やっぱりお洋服って、自分のこう印象も、まあ、ある意味いいものというか、なんかそういう感じで、なんかこう、着せてもらうことが多くて、本当に結構もう、こう決めるとか、そういう時とかは黒が多かったです。そうなんですね。まあ、テーマというか、黒という時期は、なんか自分で気合が入るんですよ。なんかそうですね、結構黒とかが、なんかその、私、ヤギ座なんですけど、ヤギ座は黒がいいと最近知ったので、なんかそれで、ちょっとサイズが、そうやって言ってる黒を取り入れたりとか、まあ、ちょっと真っ黒の掃除をしたりとかすることも多いし、まあ、秋の日とかには、あえて明るい色を着たりとか、少しね、会う人にこう、少しでも明るい気持ちになってほしいと思って、ね、はい、結構その明るい色味を選ぶことも多かったりしますね。選んでるでも時が楽しかったりもしますよね。今日会う人を想像してとか。そうですね。はい。ということで次もう近くに来ました。4階に戻って家なら、はい、プープーさんに来ています。はい。はい、ということでこちら家なの上品でデミニーなテイストそのままに、はい、ボードっぽさや大胆な色柄を取り入れたセレクトが素敵な、なんかユーモンだけの特別なテイストなんです。そうなんですか。そうなんです。そうか、そうなんですね。へぇ、まあ、ノーさん、イレナさんはどんなイメージがありますか。イレナさんはでも、うん、こうなんか、ちょっと女の子らしさも残った女性をうまく取り入れつつ、うんうん、あとは、こうなんかセレクトも結構多いイメージ、はい、うん、っていう感じがあります。で、先ほどの春だったんですけど、はい、今からは、ここでは初夏を感じるスタイルをテーマに制限時間10分以内で、はい、はい、またここでもお洋服をお選びいただければと思います。わかりました。はい、ではスタートしていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。はい、でもなんかすごく可愛い。そうです。それヘッドアクセサリー、カチューシャですか。そうですね。はい。こんな状態。なんかちょっとフェスとかに行っちゃいそう。そうですよね。なんかね。可愛いですね。さあなんかこのお花の。そうですね。なんかこのシリーズがすごく多いですね。今日お花が多いんですか。はい、そうですね。あの洋服でもフラワークリップとか多いんですけど、はい、コードでも。あの、三方、一番奥にもすごい可愛い。そうですよね。あれ、普通にバッグに。ね、そうですね。すごい可愛いブランドさん。なんかその、他にもない感じのセレクトがね、やっぱり、イエナさんはすごくうまいのかなと思ってまして。うん、そうですね。なんか、色も鮮やか。多分、見えますよね。ね、私ちょっとこう女の子らしさが残るブランドさんなので、うん、はい、今日はちょっと今季流行ってるショートパンツスタイルをちょっと、うん、コーディネートさせてもらいたいなとは思ってます。はい、気になりますね。そうなんですよね。あとが私が結構注目しているパールさんが並んでますね。うん。うん、すごい色が、はい、パッと目を引くんですね。うんうん、このブランドさんすごく可愛くて、だから日本でもまだ取り扱ってる店舗も少ないので、なんでイエナさんも結構種類豊富にこうご用意されてる感じがしますね。はい、なんかこれとかもマリンボー、そうそうそう、ね、こういう感じとかもね、すごく可愛いので。はい、こういう感じのも取り入れるのも素晴らしいですね。うん。10分悩みますよね。店内広いので。うん。なんかね、この辺はすごくテンションが上がる。カラフルな。本当、今回が初夏を感じるスタイルなので、うん、なんかこう、色を見だけでも目で、はい、ちょっと明るく楽しくなってきますね。ね、そうですよね。なんかこういうなんかネックレスも可愛い。なんかあえてこういう感じ。それでこの、なんか組み合わせたいかもです。いいですかね。
すみません。はい。お預かりしてくださ、はい。はい、すみません。ありがとうございます。ね、なんか大人のショートパンツっていうので、はい、結構こういう長さの方が多分大人の方は履きやすいと思うので、ちょっと膝上ぐらいってことですかね。うん、そうですね、はい、なんでちょっとこれをメインにセレクトさせてもらおうと思います、はい、いいですね、こうショートパンツ履いてみたい、流行りだから取り入れたいけど、やっぱ丈とかって自分の中ですごく悩む部分だと思うんですよね。あとはなんか天気結構流行ってるのでスケールも流行ってるので、はいはい、ちょっとこれは別で販売されてるみたいなんですけど、はい、これもちょっと合わせてみて、なんかオールホワイトも今季引き続き去年から流行っているので、うんうんうん、はい、この感じで、あとはちょっとこういうあ、本当に靴も、そうですね、はい、ちょっと靴も白で本当にオールホワイトです ね、 ね、はい、すみません、さっき私がパッとちょっと気になった、お、このメッシュ素材のこういう帽子もすごい、ね、おしゃれで可愛いと思いますし、なんかちょっと夏のこうクラシックな感じでちょっとスタイリングしようかなと思います。うん、でアクセサリーをどうなるんだろう。はい。これとこのそうですね、この可愛いこのチョーカーのやつを、すごいアクセも豊富ですね。うん。ターコイズが入ってるんですかね。なんでちょっとやっぱりゴージャスなこういうのにちょっとこうキッシュな感じのこういう遊びのあるネックレスをちょっと合わせてみるのも、なんかそう大人の女性だからこそなんかそのこう差が出て可愛いかなと思うので、ちょっとこれでコーディネートさせてもらいます。すごい皆さんからハートのスタンプの量がすごいです可愛い、白子って可愛いってね、皆さんから、はい、コメントをいただいてます。なかなか白コーデはされる人いると思うんですけど、うん、なんか小物でブラックで締めてこういうアクセサリーで遊ぶっていうのはなかなかないと思うので、はい、ちょっと今日はそれをさせてもらおうと思います。この後実際にフルソリ切って、うん、はい、トータルでぜひ皆さんには見せていただきたいと思います、はいはい、すごいハートも、ありがとうございます。皆さんからすごいいただいてます。じゃあちょっと持ってきていただいて、はい、私たちは実際にでは移動して、はい、ぜひご紹介をさせていただければなと思います、はい、すごい、うん、アニちゃんはカムって書いてあります。本当ですか。誰でしょう。アニちゃんって言うから絶対友達ですよね。なんかあれかな、友達が見てくれてるのです。ありがとうございます。でもこの春夏やっぱりまだ家で、うん、どこあのステイホームで過ごされてる方も多いと思うんですけど、うんうん、はいはい、なんか浜中さん的にお家でのファッションって、うん、こんな風にまあ、その外に出るやにってやっぱ着替えて、はいはい、結構がっしり決めたりするじゃないですか。うんうん、お家でのファッションってどうやって楽しんでますか？でもそれこそもう今日これイエナさんで取り扱いのあるブランティカの、はい、あの楽ちんなドレス着せてもらってるんです、はい、ポッケもあって、はい、お家でもいいしお外でも着ていけるので、はい、すごくこういうワンピースは購入するの増えたかもです。あ、そうなんですね、うん、でも本当にこう今日着ていただいて、うん、さらっと着ていただいて、うん、リゾートとかにもそれこそ旅行が行けるようになったら、うんうん、そうですね、合わせていただいて全然着れちゃうので、そうですよね、なんかすごいいいですよね、はい、皆さんで、はい、話しております。ということで持ってきてまいりましたが、はい、実際に今からは選んでいただいたコーディネートを、うん、あのトルソーに着せてですね、はい、もうちょっとじゃあこちらの方に来ていただいて、うん、ぜひ組み立てていただきたいと思うんですけれども、はい、うん、ではコーディネート組んでいただいてもよろしいですか？はい、大丈夫です。はい、ではさっきそうですね、さっき黄色で、はい、カラーを統一してっていうことで、うんうん、そうですね、はい、この黄色のパンツをまずね、そうなんです。実際に持ちましょうか。いけますか？そうですね。はい。
ツパンツを着せるときには皆さん実はこうやって着せてるんですよ、ね、お店で。ねじるだけでいいのかな。いけるかな。大丈夫ですかね。ねじるだけで。結構グラグラ。いいか。でも高さがあると言ってもらいやすいかな。よ。お。お。いるかな。あ結構パンツが細身かな。そうかもしれないですね。そうですね、細身のパンツかもですね。このボディがもしかしたら結構大きいかもですね、うん、そしたら一旦トップスだけ見せますか。あでそうです、ね、パンツを合わせる形で大丈夫ですか ね、 そ う、 ですね。そうさせて、はい、すいません、はい、なので一旦ちょっと大きいかも。そうですね、ちょっと一旦これを、うん、はい、すいません。じゃあはちょっとこのまま外させてもらって、トップスだけとりあえず、うん、よいしょよいしょ。じゃあちょっと外して、はい、パンツを一旦パンツを取ってで、トップスだけ合わせて、うん、後でパンツはじゃあ手で持ち手で合わせましょう。はい、そうですね、はい、そうしましょう。出ますかね。さてそうなんです、実はでこれが ね、 なんかね、はい、先ほどそう選ばせてもらったタンクトップなんですけど、はい、これは多分セットでもう二重になってらっしゃるタンクトップで、ちょっとこうシースルーになっててすごく可愛いと思います。もうセッもうそのままくっついてるってことですよね。 そうそうそうなんですよね。そのタンクトップはそういうことですね。うんうん、今期タンクトップもいろんな形出てますよ ね、 そうそうそう。なんか結構私あの T シャツよりタンクトップラバーなんですけど。あそうなんですね。なんであんまりあの、はい、夏場は T シャツ着るよりかはタンクトップ着ることが多くて、はい、結構いろんなタンクトップ持ってます。そうなんですね。今期そのタンクトップもいけますかね。あこれでこのまま、はい、押さえてます。すいません、ありがとうございます。よあ、はい、ついてます。タンクトップってなんか選ぶポイントとかありますか、うん、多分皆さん腕が気になるとか、うん あ、 ねねはい、あると思うんですけど、もうちょっとしたものでも試着することは大事だと思います。ああ私は本当に1000円でも必ず試着するの で、はいはい、でやっぱり物によって自分が S サイズ、はい、XS サイズだとしてもやっぱり着ないとその、ねはい、ブランドさんによってサイズ感は違ったりするので、はい、必ず多分こう着ることはおすすめします。そうですよね、うん、なのでそうなかなか恥ずかしくて試着ってなるんですけど、やっぱり、うんうん、自分に合う形とかサイズは自分でやっぱり何回も試して、うんうんうん、着て、そうですね、見つけていくっていうのがすごい大切ってことですよね、うんうん、そうですよね皆さんからトルソーもせですね、マネキン大変そうですねってコメントを ね、 ありがとうございます。すいません、まあ、ちょっとなんか、ね、トラブルもあるのが IGTV なんで、はいね、面白いと思いますそうなんです。じゃあ、今はアストラットさんで選んだですね、うん、はい、あのものを今コーディネートをさせていただいております。ですね、こういう感じ。そう、今回ネックレスを本当にアストラットでは何個だ、結構選びましたよね。4つ選ばせてもらいましたね、はい、ただ全部長さが違うんですね、うん、今こうやってつけた時に、はい、あ長さが違うんだっていうのを感じました。そうです、あ全部皆さんこう長さが違うのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。この靴を合わさせてもらって、はい、ごめんなさいねこの手動でそうですね、まあ、なんかこういう感じで ここにですね、うんはい、パンツがこう入ってくるっていうことですね。なんか黄色で統一をされてるので、うん、統一感もすごくあるけれども、うん、でも黄色の色味がなんか雰囲気は全然違うっていう形ですよね。そうそう、なんかやっぱりちょっとこうパステルカラーだけだとちょっと抵抗があるなとか、はい、あんまりにもちょっと優しいイメージになりすぎるなっていう方にちょっとあえて違うトーンのイエローを持ってきてもこう相性がすごくいいので。そうですね、黄色っていうところでまとめると相性がいいってことですよね、うん、そうですね、はい、なんで別に必ずセットアップが絶対っていうわけではないので、はい、
大丈夫だと思います、うんうんうん、はい、もちろんね、うん、あのセットアップを今期購入いただいて、うん、新しい色味入れていただいてもいいってことですもんね、はい、うん、そうですね、はい、でなんかまあこういう感じでアクセサリーは長さを変えると結構本当にインパクトも強くなりますし、なんかこういう合わせは私は結構いつもするので、なんかネックレスのなんでしょう、タイプというか、うんうん、なんか違います。チェーンがすごく太くって、うんうん、ちょっとハードなイメージのものと、はい、うんうん、チェーンのこう細い、はい、ものとっていうことで、うんうん、すごいなんかこうタイプが違うんですけど、こうやって重ね付けすると、はい、結構統一感というか、うん、なんか違和感ない感じですよね。そうなんですよね、はい、だからなんかこういう感じでまずもしあんまりネックレスの重ね付けをしない方だったりとかしても、はい、こういうまあ華奢なネックレスからこういう感じで長さが違うレイヤードをし、うん、するとどん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 こうネックレスのレイヤードのスタイルも楽しくなってくるんじゃないかなと思うので、うんうん、なんかそういう感じで始めてみるのもいいかもしれないです。そうですね、それこそ胸元の上の部分で、うん、あとはもうこれとか結構長いですもんね、溝落ちの部分ぐらいまでの長さって。すごいもう皆さん重ね付けとても参考になります。真似したいです。素敵です。すごいコメントいただいてます。はい、はい、本当にだから自分のものにちょっと長さの違うもので、うん、これってやっぱりゴールド同士だから合うんですかね、うん、あ別にね全然いつも私はこの中にシルバーを加えることもあるんですけど、今日はちょっとやっぱりなんかゴールドの方がやっぱ顔周りが華やかになるので、うんうん、なんで結構ゴールドを私は選んでしまうこと多いんですけど、はい、全然あのシルバーアクセとかも好きなので、うん、はい、こういう感じのネックレスのコーディネートをしててもブレスレットはもうシルバーアクセだったり、本当インディアンジュエリーだったりとか、はいはい、まあ、あえてこことかにターコイズのインディアンジュエリー持ってきたりとか、うんうんうん、そういう感じのものもするの で、ま、この衣装にターコイズ持ってきたら雰囲気変わりますよね。そうそうそうなんですよ。またそこもなんかこう、はい、あの反比例してすごく素敵だと思うので、うん、はい、あえて別にファッションって比例しなくてもいいというか、うんうんうん、別に反比例してこうバランスを整えていけば、うんうん、あのうまくこうまとまっていくようになるので、ちょっとそういう感じのものでチャレンジをしてもらえると、そうですね、あのこうやってあの言ってるのでなんか嬉しいですと、はい、でも本当に皆さん参考になりますっていう形でコメントをいただいているので、この春夏はぜひちょっとまず手持ちのアクセサリーから何個かこう今まで1個しかつけてなかったものを長さ変えたりで2個つけてみたり3個つけてみてたり、あとは手にもやっぱ夏だから腕が出てきますもんね。そうですね、はい、なのでそうした時にブレスレットで、はい、遊んでいただいたり、浜本さんもブレスレットそれ何個されてるんですか？そうですね、今日結構華奢な感じのものしかつけてないんですけど、はいはい、結構いつもこういう感じでね、リングとブレスレットはもうつけるので、うんうんうん、これがやっぱ私の中のなんかこう仕事のスイッチっていうか、はいはい、やっぱり忘れ物したらリングは絶対取りに帰ります。リング忘れちゃったりとかすると、はい、なんかこう一日がムズムズしちゃって落ち着かないので、はい、うん、なんかそれがやっぱ私の中でお仕事スイッチになってるのかなと思うので、うんうんうん、そういう感じでなんかアクセサリーを楽しむのもいいかなと。そうですね、うん、なんか今日つけるって日があってもいいですし、うんうん、そう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 ですよね、うん、はい、なのですごい、あ皆さんありがとうございます。すごい反応をいただいていて。本当ですか？はい、そうなんです。ありがとうございます。はい、もしあの質問があれば、はい、あの皆さんコメントからご質問をいただければと思いますが、はい、いかがですかね。もう本当、はい、あのハートで素敵ですっていうところと、もう本当にお褒めの言葉をいただいてありがとうございます。じゃあ次のコーディネートに移らせていただいても、うん、はいはい、大丈夫でしょうか？ボディチェンジができるようです。そうですございます。そうですね、ということで、ね、ボディのチェンジをしたいと思います、はい、まあ、今回この今ご紹介した商品なんですけれども、うん、アストラットさんで選んだ商品になりますので、うん、はい、ぜひ皆さん気になるものがあったら、はい、アストラットの方に足を運びいただければと思います。はい、さあそして続いて、うん、イエナラブークルの、はいはい、先ほど選んだホワイトコーデがどうなるのかっていうのが、うん、多分皆さん気になるところだと思うんですけれども、はい、うんうん、はい、どういかがですかね。じゃあちょっとトルソーを、はい、あ、じゃあお願いします。
細身のトルソーが来ましたね細くなりました、はいはい、ありがとうございます。ということでホワイトコーデを今回選んでいただいていますが、はい、うんうん、大人のホワイトコーデということで、そうですね、で、はい、あとかつ大人のショートパンツのコーディネートをさせてもらおうかなと思ってるんですけど、私もやりたいなと思いながら、うんうん、ずっとできてなかったショートパンツのコーデなので、うんうん、はい、ぜひそちらを、はいはい、ご説明をいただけたらなとは思います、はいはい、じゃあこちらから、はい、すいません、ではお願いします、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまず、はい、ではお願いします。ショートパンツを取り付けていただいて、なんかキュロットというのか、うん、そうですね、はい、形的にはちょっとなんかボリュー、あの横に幅もある感じですよね、うんうんうん、多分こういう感じがちょっとこう初心者にはしやすいのかなっていう、はい、ちょっと待ってくださいね、これ下の穴に、はい、お、多分ね、これこっち、こっちこっちなんだ、こっち、お、足が、はい、そうなんです、こっち側に、じゃあ失礼をします、あ、出るかな、はい、じゃあお願いします、くっつけていただいてありがとうございます、はい、すいません、ちょっと結構高いかな、もう少し低くしますか、はい、はい、はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ではまずショートパンツを履かせていただきます、浜本さんも結構白コーデはご自身でされますか、うん、そうですね、結構します、すごい好きです、うんうんうん、やっぱりね爽やかになるので、はい、うん、そっか、はい、さあ今日はもうパンツも、はい、そして上も白になってます、はい、ブラウスですよね、選んでいただいたのが、そうですね、こういうブラウスで、はい、今季ブラウスもすごく流行ってますよね、うん、そうですね、こういう感じのちょっとヴィンテージ風っていうんですかね、うん、ヴィンテージ風とか本当にレースとか使われてる感じのものは流行ってますね、はい、あと構築的なちょっとシャツだったりとか、はい、やっぱりシャツってねこう TP を考えずに結構着れちゃうので、うんうん、いいですよね、本当、うん、万能なもの、そうですね、うん、しかも白だと本当になんて言うんでしょう、会った時の爽やかさもあるんで、うん、そうですね、なんか色として選びやすいですよね、白シャツって、はい、なんだかんだで毎年白シャツは買ってる気がします、本当ですか、はい、まあ、でも本当にねもうこう年齢選ばずに着れるものだとは思うので、はい、良いですよね、そうですね、うん、すごいレースがすごい特徴ですね、可愛いですよね、これね、あの首元だったりとかボタン止めるところもすごいあの綺麗なレースが施されてるシャツですね、うんうんうん、こういう感じで、はい、ぜひ皆さんコメントもお待ちしておりますので、浜本さんにご質問があればコーディネートのポイントだったりとか、はい、ぜひお送りいただければ、はい、私の方から浜本さんにご質問をさせていただきたいと思います。これはここがウエスト部分が縛れるので、はい、あ、キュッと、はい、そうですね、その人のサイズに合わせてですね、ハイウエストだと合わせやすいのかなっていう、はい、今年のトレンドとして、まあ、アウトしたりインしたりっていろいろなスタイルがあると思うんですけど、はい、うん、ショートパンツの時は入れた方がいいんですか？あ、でもそんなことないですね、はい、結構やっぱり昔はインスタイルが多かったんですけど、うんうん、全然出して本当にもうリラックスした緩い感じのコーディネートも可愛いと思いますし、うん、はい、なんか本当にバランス見てもらってインするかアウトするかっていうのは、うんうんうん、こう見てもらった方がいいかなと思います、そういうことです、うん、ちなみに大人のショートパンツコーデで、うん、幼くならないために気をつけるポイントってありますかっていう質問いただいてます。でもやっぱり T シャツ、はい、ショートパンツはちょっと あの子供っぽくなっちゃうかなって思います。あの T シャツショートパンツ、うんうん、ビーチにいるとちょっとあのそうですね、そうですね、そうなると、はい、うん、なのでなんかやっぱり大人のコーデだとジャケットにショートパンツとか、うん、そうか、今とかです、まだ肌寒いから、そう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 、いいですね、そうですね、なんでジャケットにショートパンツに、はい、靴はロングブーツとか、あ、
今でしたら合わせてもらったりとかも可愛いと思いますし、まだ梅雨時期ぐらいまで行けますよね。長靴とかでも行け、そうですね。そうですよね。なんでちょっとこういうすごい色味が入るだけで、あの画面での写りもパッと変わりますね。華やかになる、ね、結構可愛い、全然いけちゃうぐらい可愛いんですけど、今季はこういう付け襟が流行っているので、こういう感じで付け襟を あえてちょっと何でしょう、首元というか、あの隠すっていう言い方あれですけど、はい、そうですね、これネックレスの上から付け襟をつけるっていう感じにしてもらって、はいはい、でこのパトゥーのこのやつはヒールが黒で後ろに黒のリボンがついてるので、はい、これで、白をこう締めるっていう感じでちょっと合わせてもらって、で最後にこういうメッシュの帽子、はい、でちょっとクラシック感をさらに出すっていう感じにしてもらったら素敵なのかなと。なんか付け襟もレースだしちょっと甘めかなと思ったんですけど、実際にこうやって靴の部分にも黒も入ってるし、帽子の部分も黒も入ってると、なんかちょっと、なんかキュッと、あのいきなりちょっとかっこいい要素が付け加わった感じがすごいします。そうなんですよね、はい、なんであのすごく物とかやっぱレースのこういうものが来ると、はい、ちょっとなんかラブリーな感じになっちゃうんですけど、多分小物で締めるとこを締めても必ずショートパンツには例えばこうヒールのある靴を履くだったりとか、はい、ちょっとやっぱり小物に黒を持ってくるだったりとか、はい、そういう締めるアイテムを持ってきてもらったら、これだけネックレスだったりとか襟元で遊んでも、そうですよね、大人の本当に、はい、可愛い女性のなんかスタイリングがまとまるんじゃないかなって思います、ちなみに付け襟ってどういう風に合わせて、もう流行ってるから取り入れたいなと思ってる人が、多分今季すごい多いと思うんですけど、それこそどういうものに、今回はやっぱ白でレースが、レース同士だったからすごい相性もいいのかなと思う、どういうのにまず初心者は合わせていくのがいいのかなと思うんですけど、そうですよね、はい、でもやっぱりなんかこの結構やっぱレースでこういうブラウスと合わせるのもいいんですけど、まあ、やっぱ一番初心者の方は例えばタンクトップの上からとかにしてもらったら、なんか T シャツの上からは結構、なんかもう定番でセットで販売されてたりとかもするので、なんかあえてタンクトップのここの肌が見える感じのやつの上からちょっと肩周りとかも気になる人とかちょっと肩も隠れる感じになるので、そういう着方はおすすめです。早くもっと暑くなってほしい、ね、そうですよね、もう少しの辛抱でございます。そうですね、しかも今回その付け襟の前の部分ちょっと垂らす感じで、なんかこうなんていうんでしょう、ネックレスと同化というか、させていただいてるのもやっぱりちょっとラフな感じにつけるっていうのもポイントなんですかね。なんかやっぱりここでリボンを作っちゃうと結構フェミニンっていうかに感じになっちゃうイメージが、印象がすごい、皆さん真似したいでお店行きますって。ぜひともお願いします、はい、でなんかこうやって垂らしてもらうと、ちょっともしかしたら気になる人は例えば、まあ本当に裏の、技になるんですけど、なんか安ピンで留めてもらったりとかしてもらってもいいのかなって、シャツと襟元裏から、じゃあここがくくってなくても、多分動いたりとかしても全然、あの風とかで飛んでいったりもしないので、なんかこういう感じでリボン結びをしないのも、あえて技というか、ちょっと本当に大人な感じには仕上がるのかなと思ってます。そうですよね、なんかちょっと結ばないだけで、一気にちょっとこなれ感というか、なんかあのちゃんとそのアイテムの良さ、長所をすごい知ってるんだなっていうのが、そうすごいその感じがしたので、やっぱいいですね。あとこの若干ネックレス隠すっていうのがやっぱり上からつけないっていうのも、これがね、あまりにもこれが本当にオープンに見えちゃうと、結構なんか、つけるのも抵抗がある人もいらっしゃるかもしれないんですけど、こういう感じでね、隠したりとかしたり、例えばこれにジャケットを羽織ってもらったりとかするのも、またちょっとこのネックレスがこなれ感が出してくれるので、
いいですね。それもなんかおすすめな感じはします。本当に今すぐ、今も皆さんもあのお店行きます、参考にしますとか、いろいろあのおっしゃっていただいてるんですけど、うん、まさにでも今この格好で街歩くとまだ春の寒い日もあるから、うんうんね、なんとなく寒いなってた時に多分ジャケットだったりとかはあると思うので、うんうんうんはい、そうした時にもう夏になったら脱げばいいですからね。そうです、そのままで、はい、なのですごいいいんじゃないかなと思います。そうですね、で私も今日さっきリボン、ここもリボンなんですけど、ね、あえてもうくくらずに、はい、垂らした感じのスタイルで、うんうん、結構防体の時は私こういう感じが多いかもしれないです。あ、そうですね、うん、さっきのアンピンとかも実はそうやってるんだっていうのがすごいワンポイントで、うんうんはい、おしゃれに着こなすためには実は裏で工夫をされてるっていうのが、はいはいはい、すごい分かりました、うん、ということで、あ、襟が大きいの可愛いということでコメントもいただいております、はい、浜本さんが着用されているワンピースはどちらのものですかという質問をいただいてるんですが、イエナさんで、はい、そうなんです、はい、イエナラブークルのノアザンティカさんというブランドになります、はいはい、あの、うん、インポートのものでセレクトアイテムですね、うんうん、本当にセレクトのアイテムがイエナさんは、うん、ね、そう、あのすごく品揃えもいいので、うん、幅広いですし、はい、なんかこの結構他にもこう楽ちんなドレスも多かったので、ちょっと私も今度普通にプライベートでお買い物に行こうかなってちょっと思っちゃいました、はい、ちなみに今年浜本さんが注目している色は何色ですかっていう質問いただいてます。 それこそさっきのイエローとか、はいはい、あの水色うんうんうん、とか結構私の中で注目ポイントが高い感じになりますね。どういうふうにそういった色って取り入れてますか？でも私は好きなのはやっぱワントーンはもともと好きで、ワントーンで入れたりとかすることが多かったりとか、はい、やっぱしイエローもね、ライトブルーも結構やっぱり爽やかな感じの印象になるので、あえて黒とあの合わせてみたりだったりとか、やっぱりその黒を調和させたい時とか、そういう時とかにそういうもうあのジャケットのセットアップ着たりとか、素敵、そういう感じのものにはしてますかね、はい、うん、ですね、すごいハートで皆さんがお答えいただいてるので、 ありがとうございます、はい、ありがとうございます、たくさんハートをあの送りいただいてます。あの、うん、靴のパトゥがすごい気になりますっていう、はい、コメントを、はい、いただいてます、うん、この方はね、もともとニナリッチとかカルベンとか、はい、そういうところのデザインをされてた方なので、うん、はい、すごくこういうなんかドラマティックで女性らしいっていうか、うん、まあ、でも女の子らしさも残ってるっていうのがすごくうまいブランドで、はい、そうですよね、その後ろのちょっとしたリボンが、そうなんですよ、はい、かわいいですよね、うん、結構すごいリボン使いがうまいあのブランドさんなので、はい、でまだ日本ではあの取り扱ってない、うん、店舗も多いので、はい、なんかあのこれは結構注目のブランドにはなりますですって、うん、今日のシューズ、あ、今日のシューズ、浜本さんの方のシューズかな、はい、はどちらのものですかということで、これはトーガプルラさんのやつですね、はい、ゴツゴツで可愛いし、なんかすっごく楽ちんで、そうなんです、すごい私も欲しい、はい、アストラットさんで、はいはい、こちらは実際にもう、はい、あのこのインスタライブが始まる前にお選びをいただいた、うん、セレクトさせてもらいました、はい、今日このお選びいただいた雰囲気というか合わせ、まあ、靴は黒で、うん、上は赤でっていう感じなんですけど、うん、でアクセサリーはご自身のものですよ ね、なんかこうテーマみたいなのがあったんですか？そうですね、でもなんか今日は本当にさっきもお伝えしたんですけど、うん、もう金曜日の夜なので、うん、そうですね、はい、はい、なんでもうちょっとリラックスしたムードで、はい、私も今日はあのインスタライブしたいなと思ったので、はいはい、ちょっとリラックスだけどでもそのまま、うん、あのお外にも行けるような、そうですね、ちょっとリラックススタイルのエッジを、はい、あの追加したっていう感じのスタイリングをさせてもらいました、うんうん、すごい本当にこのインスタライブ始めた時にやっぱ赤の印象がパッといくみたいで、うんうん、もう皆さん赤いワンピースって本当ですか？コメントもいただいていたので、うん、ありがとうございます。本当赤はこう画面に映ってても今本当に元気をもらうし、うんうんうん、そのなんか金曜日なんだけれども
ちょっといつでも出かけられるという、うね、なんていうんだろう、うん、ちょっと気合感も若干残しつつっていう部分がすごく感じられるんじゃないかなと思います。そう、なんか程よくこのブランドさんも抜け感があるので、あとストライプなので、はい、やっぱりこう縦長効果は、うん、あのしていただいてるんじゃないかなと。しかもすごい長いストライプですよね、うん、ね、綺麗な。そうですね、はい、なんで思うので今日助けられてます。なのでそうか、縦長効果を求める方はちょっと長めのストライプをはいお選びいただくのもいいのかなという感じですかね。そっかそっか。ちなみにもう今足元がサンダルだったりとか、はい、今ちょっと真っ白と黒なんですけど、うん、はい、今季そのお洋服に合わせる足元ってどういうものがおすすめみたいなのありますか？でも結構私本当にピンヒールが多くて、うん、普段は、うんうん、なんですか、お休みの日はこういう感じのごつめの、うん、サンダルでスタイリングすることもすごく多くなってきました、はいはい。であとはこういうやっぱ結構色とりどり持ってるんですけど、うん、一番持ってるのは意外にホワイトのシューズで、あ、へー、うん、やっぱりホワイトって汚れてしまうっていう、はい、そういう理念があると思うんですけど、はいはい、ただやっぱりそのブラックコーデも華やかにしてくれるし、うんうん、なんか意外と合わせやすくって、で靴もやっぱりホワイトでもこう修理していけば汚れてもやっぱりね、修正はできるものなので、逆にまあ修正しやすかったりもするでしょうし、だからなんかそういう感じでずっとこう長く履いてるものが多いので、結構サンダルとかシューズはホワイト多いですね。そうなんですね、うん、はい、そっかそっか。あとまあ今日みたいにホワイトでもそれ以外の部分の色でまあ合わせやすかったりもするってことですよね。そう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 。でなんかやっぱりそう、はい、パステルカラーとかに黒を持ってきちゃうと、うん、やっぱそこだけに目がいっちゃうので、はいはい、なんであのパステルカラーとかだったらやっぱ白を靴を持って着てもらった方がバランスはいいのかなと思います。分かりました。実はそろそろお時間になってきたんですが、うん、うん、最後にそしたら、はい、今日どちらもまあワントーンコーデ、はい、まあ、黄色の色味に統一したものと、うんうん、今回白でっていうことなんですけど、うん、はい、ワントーンコーデの際に気をつけることってありますか、うん、知りたいですってコメントいただいてます。あ、ワントーンコーデに気をつけること、はい、でもやっぱりカラーの組み合わせってビビたる組み合わせではあると思うんですよ、うん、はい、だからそれをまあなんか失敗もしつつ、うん、チャレンジしていく精神は大切かなと思います、はい、うん、どちらかじゃワントーンもまず好きな色とかで試してみるのがいいんですかね。そうですね、うん、はい、今日が本当に黄色と、でも黄色もごめんなさい、ちょっとパンツが、はい、ちょっと持っていただいて、ね、鮮やかな黄色なんですけど、うん、そうですよね、とりあえずはご自身で好きな色で、そうですね、合わせてもらってチャレンジしてもらえればいいと思います、はい、ですね、うん、ということでお時間になってしまいました、はい、うん、でたくさん皆さん質問もいただいておりましたが、はいはい、すいません、ここまでとさせていただきます、はい、ということで、はいはい、こちらが2つ今日作っていただいた、はいはい、コーデになるんですけれども、こちらの一応最後にご紹介するとこの黄色の方のコーデはまず、アストラットさんで、はいはい、コーディネートを組んでいただきました。でお隣のホワイトコーデなんですけれども、こちらはイエナラブークルで組んでいただいたコーディネートとなりますので、はい、ぜひこの春夏の参考にしていただければと思います、はい、ということで浜本さん素敵なコーディネート、はい、短い時間で本当にありがとうございました。私もなんか初挑戦で面白かったですね、はい、そうですね、夜の、はい、入門新宿にナイトニューマンを経験できてすごい良かったです、はい、お越しいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆様もご視聴いただきましてありがとうございました、はい、ぜひ春夏のこの装いを探しにですね、はい、ユーマン新宿にご来店いただければと思います。そしてご案内をさせていただきます、うん、ユーマン新宿のショップ店頭取扱い商品がいつでもどこでもウェブで決済いただけて、ご自宅まで配送されるサービス、ウェブ決済サービスがスタートしております、うん、はい、ご来店時に買うか迷った商品やインスタライブで気になった商品をショップにご連絡をいただいて、ルミネカードでウェブにて決済ができます、うん、でサービスの詳細なんですけれども、ニューマン新宿ホームページぜひこちらご覧ください。で本日
のインスタライブでご紹介した商品なんですけれども、アストラットと家ならブークルの商品もなんとご自宅でお買いいただくことができます。商品のお問い合わせについては、あの各ショップまでお願いいたします。ぜひお気軽にご利用いただければと思います。そしてですね、次回の5周年記念のインスタライブの配信なんですけれども、来週4月24日土曜日9時からお予定しています。モデルの佐田真由美さんにお越しいただきます。2児のお母さんでありブランドディレクターとしてもご活躍中の佐田さんにですね、忙しい毎日もエモーショナルに駆け抜けるアイデアをですね、トークライブ形式でお伺いする予定ですので、来週の土曜日の夜もぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで本日は皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。